青木狼は、井上康氏の歴史小説。文芸春秋に1959年10月号から1960年7月号にかけて連載された。モンゴル帝国を築いた初代ハーンのチンギスカンの生涯を描いた作品で、天平のイラカより始まる一連の災域小説に属する。後書き、青木狼の周囲によれば、井上康史は大学時代に、 当時のベストセラーである、小矢部善一郎、チンギスアセファミナ元の義経なりと同著に対する、死学者の反論を載せた、中央紙団に触れ、戦後には、中道を約中、チンギスアセ・ミノルロクを入手し、チンギス館に関心を持ち、資料を集めて、構想を始めたという。執筆した時点では、モンゴルに行ってはいなかった。1980年のテレビ朝日のドラマ、 青木狼チンギス汗の生涯の原作となっている。大岡翔平は、雑誌、群像の連載文芸辞表、常識的文学論第1回の連載より数度に、わたってこの作品を批判している。論士は、幻聴筆誌の記述をもとに、狼を、頭口を、外雨狼とすべきところを、井上康氏は、頭を、外雨山犬とするなど、 猛古民族の狼に関する解釈と違うもので物語を作っており、その他の例を含めて昭和30年代の歴史小説家がどんなに非歴史的な粗雑な頭の持ち主だったかの記録として後世に残るであろうとしている。ありがとうございます。